せい？一死。嘘だろう？何よいきなり？まさか、あれでもやってるんじゃないでしょうね、マリサ？感想た。やってないぞ。なんだか知らんが。いや、実はな、C国の測量艦がまたしても日本へ侵入してきたもんだから、ちょっとテンパってしまったんだ。は、これは気になるわね。ということで今回は中国の測量艦の日本領海への侵入で、この後とんでもない悲劇が、お送りするぜ。皆さんの意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、私の大好きな沖縄に奴らがいたんだ。え？何の話よいきなり？奴ら？まさかゴキちゃん？そうそう。って違うぞ。奴ら、C国船が領海侵犯を繰り返して、しかも年々回数が増えているんだぜ。おいおい、日本の領海をなんだと思っているのよ。そして、2023年1月に、日本が沖縄県石垣市は尖閣諸島周辺で、2回目となる海洋調査を行ったんだぜ。これは日本の海洋調査船だから問題はないわ。しかしそんな調査中に、イレギュラーが発生したんだ。まさかゴキちゃんが出てきたんじゃ？いや、ゴキちゃんはいなかったぞ。代わりに C 国海警局の船が領海に侵入して、警告を行う海上保安庁との緊迫のやり取りの動画が公開されているんだ。この公開動画を見ればゴキ、C 国とか日本の緊迫したやり取りが見られるのね。日本の調査は2023年1月29日からの2日間の日程で、石垣市と東海大学が共同で行ったんだぜ。うん。ここまでは平和的な調査よね。調査中、C 国海警局の船が領海に侵入してきた。そして当然ながら海上保安庁が無線で警告をするなど、緊迫した場面があったんだぞ。日本は無線でなんて C 国に行ったの？日本の領海です。肉まんを蒸すのはやめるように、とか？海上保安庁巡視船がこちらは日本国海上保安庁 PL90 である。尖閣諸島は日本の領土であり、貴船の主張は受け入れられないと伝えたんだぞ。そしたら C 国海警局船はなんて言い返してきたの？C 国海警局の船は日本海上保安庁巡視船、こちらは C 国海警局。貴船の主張は受け入れられない。長与島及びその付属の島々は従来、C 国の固有領土である。おっと、久しぶりに切れちまいそうだぜ。その島の12海里は C 国の領海である。貴船は直ちに退去してくださいって日本語で言ってきたんだぞ。ちょっくらミサイルでも撃ち込んでやんか。どう思うマリサ？まあ落ち着け。とりあえずその物騒なミサイルはポケットにでもしまうんだ。マリサは悔しくないの？ここで怒ったりすれば C 国の思うツボだぜ。え、どういうことかな？ C 国はああやって日本を煽って、日本の出方を見ているんだぞ。これが流行りの煽り漁船か。調査では、周辺海域の環境を調べた他にも、今回初めてドローンを複数回飛ばして、魚釣り島の撮影も行われていたんだ。ということは全ての記録が動画で残っているわけよね。もう言い逃れできないわよ C 国。そして C 国の挑発行為は日本だけではないんだぜ。アメリカ海軍駆逐艦が台湾海峡を通過した時に C 国は反発してきているんだよな。ほう？でもそれって昔の話か何かでしょ？アメリカ海軍第7艦隊は2023年6月3日に台湾海峡に向かったんだぜ。去年の話か。ミサイル駆逐艦がカナダ海軍のフリゲート艦と台湾海峡を通過した時のことだ。C 国人民解放軍海軍の艦艇が急に現れたんだ。そしてアメリカを非難するコメントを言ってアメリカを挑発してきたんだぞ。急に現れるとか怪物か何かかよ。視聴者の皆さん、C 国海警局の厚かましい態度についてどう思いますか？コメント欄で教えてね。それでどうなったのマリサ？アメリカ海軍第7艦隊は6月3日。ミサイル駆逐艦チャンフーンがカナダ海軍のフリゲート艦モントリオールと共に台湾海峡を通過していたんだ。アメリカとカナダはなぜ台湾海峡をうろうろしてたのよ？魚釣りか何か？台湾への軍事圧力を強める C 国を牽制する狙いがあるものと思われるんだぞ。それでアメリカは急に現れた C 国になんて言ったの？第7艦隊は自由で開かれたインド太平洋への関与を示すものであり、国際法に則り、すべての国の航空機や艦船が通過できることを示すものだとするコメントを C 国側に伝えたんだぜ。それでこれに対して C 国ははいすみません。すぐ帰りますって言ったのね。これに対し、台湾を管轄する C 国軍東部戦区の報道官は、台湾海峡で意図的に挑発をし、地域の平和と安定を悪意を持って破壊するものだとアメリカを非難するコメントを言ってきたんだ。おいおい、いつからアメリカにそんな口が聞けるようになったのよ。
さらに C 国はあらゆる脅威と挑発に断固として対処し、国家主権と安全を断固として守ると反発しているんだぜ。とんでもない主張ね。もはやドミンだわ。しかも C 国測量艦まで入ってきて、日本の領海侵犯を繰り返しているんだ。マリサ、測量艦って何を測るの？日本の海底の地図を作ったりしているんだぞ。実は C 国測量艦にはとんでもない目的があったんだよな。とんでもない目的？まさか日本の海底で肉まんむす。むせるか。それじゃ、C 国測量艦について解説していくぜ。お願いね。2022年、5回目の C 国測量艦による領海侵犯をしているんだ。出たわね。こんなに嬉しくない再会も珍しいわね。2022年12月19日午前6時50分頃、C 国海軍のシパン級636型シリーズ測量艦1隻が、屋久島周辺の領海に侵入して、約3時間半後の午前10時30分頃に、口永良部島の西で領海を出たんだぞ。3時間半も？フリータイムはとっくに終了よ。この事態、日本の安全保障にとっては、近海を C 国海軍の空母機動部隊が航行するよりもリスキーな事態なんだぜ。そうなの？私にはそんなに危険そうに思えないけど。第二次世界大戦の頃は、観測機器の性能が未熟だったんだ。海底の地図は、大まかな点と点でしか書けなかったんだぞ。だが時代とともに観測艦も進化していったんだ。戦後、観測機器が飛躍的に性能向上して、いろいろ書けるようになったと？ああ。2022年にはコンピューターグラフィックスなどを用いれば、CG で再現できるほど、正確な海底の地形を連続的に書けるまでになったんだ。すげえな進化が。私は2024年現在もニートなのに。そのおかげで、今や潜水艦は飛行機が低空を華麗に飛ぶかのごとく、海中の山や谷を避けて泳ぐことができるようになったんだぜ。確かに地図があるのとないのとでは作戦遂行力がまるで違うわね。目的に応じて広場や隠れ家を見つけて戦術に用いることができるまでになった。ほう。でもさ、そのためには事前調査で海底地形を把握しておく必要があるんでしょ？そうだな。それにな霊夢。ただ、潜水艦が行動するには海底地形さえ把握できればいいわけでもないんだぞ。え、そうなの？海水は言うなれば塩水なんだぜ。また、深さは海上保安庁が公表している資料によると、平均で4750メートル、最も深いところでは1万メートル以上ある場所もあるそうだ。1万メートル？もはや落ちたら助かる見込みもないわね。ああ、深さに応じて水温も水質も異なり、さらに塩分濃度も異なるんだぞ。え、そうだったの？潮流もあるため、これらによって潜水艦は動きが制限されたり、見つかりやすくなったり、逆に隠れやすかったりするんだぜ。潮流をうまくいなさないと敵に見つかってしまうのか。また、これらは季節によってもかなり変わっていくからな。夏の海と冬の海をイメージしてみても水温や潮流などは全然違うものね。逆に言うと、作戦行動を予定している海底の地図に加えて、海のデータ、つまり海洋情報も合わせて持っていなければならない。なんか釣りに行くお父さんが、新聞で潮の流れを調べてるみたいね。潜水艦は自由に動くことも戦術を組み立てることも必要だ。だからこそ海上自衛隊は、日本周辺で潜水艦を運用するために、常日頃から自前で海洋観測艦を整備運用しているんだよな。日本の潜水艦はトップクラスだから楽勝そうに思えるけど、まあ日本は楽勝とまではいかなくてもできるんだが、C 国には大変なんだ。測量技術がないからね。ああ、C 国海軍が東シナ海を含む自国周辺海域で潜水艦を運用しようとするならば、それらデータがないと自分に有利なように戦いを進めることができない。別に戦いを有利に進められなくてもいいわよ。だからこそ、C 国海軍は測量艦を日本近海にまで進出させていると言えるんだぜ。ただ、その中でも南西諸島の周辺海域というのがポイントだ。南西諸島って九州より南の日本の領海領土エリアでしょ？このエリアは台湾有事などの際に同海軍が作戦行動を行う海域だと言われているな。つまり、台湾侵攻する際に沖縄などの南西諸島が必要不可欠というわけね。ただ、C 国も相当なリスクがあるのもまた事実だ。日本捜査す、また、海底に設置される潜水艦探知のための固定監視システムのことだぜ。これは海中の音を常時捉え続けることで、潜水艦をはじめとした艦船の航行を瞬時に捕捉するシステムだ。聞いたこともないシステムだけど、相当すごそうね。すごいなんてもんじゃないぞ。もともとはアメリカ海軍のソーサスを日本版にアレンジしたのが日本ソーサスなんだ。
シー国が海底の地図を完成させたとしても、操作数がある限り、日本の海域ではシー国の潜水艦の位置は全てバレバレなんだよな。もはや筒抜け状態だわ。震えて眠れシー国。他にも海上自衛隊には操作数と類似のシステムがあるんだ。ほう？それは何なの？水中固定超音機がシー国潜水艦の動向を把握するために、南西諸島を含む東シナ海へ設置されている可能性が高いと言われているんだぜ。あれ、確定じゃないの？日本操作数や水中固定超音機の場所がバレたら意味がないからな。おう、バレたら意味がないわよね、そりゃ。実際、2015年9月には一部メディアから、沖縄県うるま市の海上自衛隊沖縄海洋観測所沿岸から、海中に長く伸びる2組のケーブル埋設痕らしき画像が公開されたことがあるんだ。見つかってるやんけ、隠して隠して。もしかしたら、それらの有無を C 国の測量艦が調べていてもおかしくはないだろうな。おう、日本に操作す。出ないわよね、きっと。そうだな。そんなものあるわけない。でたらめだぜ、きっと。もうマリサったら、適当なことばかり話して困っちゃうわ。誰も聞いてないわよね。今マリサが話した日本の機密情報について？いや、バッチリ聞かれてると思うがな。でさ、C 国は一体どのくらい日本の領海に入ってきてるのかしら？2022年頃のデータを見てみるか。ぜひ知りたいわ。防衛省統合幕僚監部は2022年9月12日、C 国海軍の測量艦1隻が鹿児島県屋久島の南側の日本領海に侵入したと発表したんだ。はえ、よく現れんな。この付近は、C 国測量艦による領海侵入の確認が相次いでいるポイントなんだ。いわば、誤期。C 国がうじゃうじゃ湧く海域か。鹿児島沖の C 国測量艦の侵入は2021年11月以降続くようになり、今回で7回目になるんだよな。どんだけ侵入してるのよ。ゴキブリホイホイでも置いておかなきゃね。防衛省は今回の C 国海軍の動きについて、軍事活動の拡大の一環と見ていて、警戒監視を続けているんだよな。終わりが見えない戦いね。防衛省は2023年6月8日、C 国海軍の測量艦1隻が同日午前、鹿児島県屋久島の南西の日本領海に侵入したと発表したんだ。ちゃんと C 国に対して抗議はしたの？外交ルートを通じて、C 国側に強い懸念を伝えて抗議をした。付近では2021年11月以降、C 国測量艦の領海侵入が続発し、今回で8回目となるんだ。日本舐められてる？松野博一官房長官は8日の記者会見で、C 国へ抗議したと説明したんだ。C 国艦艇の航行を強い懸念を持って中止し、警戒監視に万全を期すと述べたんだぞ。遺憾法とか懸念爆弾じゃ、C 国には勝てないわよ。そういえば、許可なしに日本の海を通る外国船もあるんじゃないの？ああ、無害通行のことか。無害通行って何かしら？国連海洋法条約上は、無害通行として、沿岸国の安全を害する行動を取らずに他国領海を通行することが認められているんだ。C 国の測量艦は無害通行を利用しているの？ただし、無害通行をする場合も調査や測量活動は行えないんだぜ。無害通行を悪用している可能性があるよね。防衛省が今回の領海侵入を受けて、外交ルートを通じて猛抗議したけど、効果があるのかが疑問だけどけどな。さて、霊夢は縄文杉で知られる人気の観光スポットを知っているか？縄文杉って言ったら屋久島でしょ？旅行で前行ったけど最高だったわ。だがな、鹿児島県屋久島の沖合で、C 国海軍の艦艇による領海侵入が相次いでいるんだ。え？私の大好きな屋久島まで？しかし、沖縄県尖閣諸島周辺では、C 国海警局所属の公船が領海侵入を繰り返しているが、屋久島沖の海軍艦艇は目的が異なるようだ。何が狙いなのよ？まさか屋久杉？さすがに屋久杉は求めてないだろ。希少なものではあるがな。まあ、なぜ数ある航行ルートのうち、屋久島口之島間にこだわるのかというと、屋久島沖は黒潮の経路上に当たるため、潜水艦が探知されにくい条件が揃っているそうだぜ。C 国は屋久島沖のことを嗅ぎつけて利用しようとしているのね。その他にも屋久島沖がどうしても欲しい理由があるんだ。やっぱり屋久杉か。潜水艦の位置を知るには、スクリュー音などを手がかりとするんだ。C 国の潜水艦はポンコツだから騒音がすごいんでしょ？ああ。だがな、屋久島沖は黒潮が通過することで潮流が強く、海水温の分布が一定とならず、温度の変化が起きやすいんだぞ。それが音と伝わり方に影響するの？海中で音が伝わるときには海水音の影響を受けるから、屋久島沖では音の伝わり方が複雑になって、居場所が特定されにくくなるんだ。
潜水艦の騒音を消してくれるのか。まさに自然界のサイレンサーだわ。銃じゃないけどな。近年、四国艦艇は沖縄本島宮古島間の排他的経済水域を通過し、東シナ海と太平洋を行き来することが多いんだよな。この海域は黒潮の経路上ではなく、海水温や潮流の変化が比較的小さいというぜ。沖縄だけじゃなくて屋久島沖も要注意なのか。ほんと、どれだけ迷惑な奴らなのよ四国って。今後も四国には最大の警戒と厳正な対処をしていかなきゃだわ。これからも自衛隊から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。